ちょっとこういうの挿し木で作ってるけど、うん、まあみんな知ってる人多いと思うけど、挿し木の場合のあのちょっと今までやってきた関係でアドバイスできるとこあればと思って、うん、とりあえず一つとしては古い枝を挿してすぐも盆栽風に見せる、うんうん、これもそうだけど、みんなこれ挿し木してすぐとは思えないでしょ、うん、思わないね、根元太いしさ、うん、これなんかでちゃんと粘りあるしね、そうだね、うん、こうやってこういうものを刺す場合、刺したらやっぱりすぐ商品化できるけれども、うんうんうん、その一つリスクとしては、うん、新芽刺せば発根率も多いけど、うん、古い幹のとこ刺したら発根率は落ちる。あ、なるほどね、うん、だから新芽刺したら10本刺せば10本活躍するけど、うん、こういうとこ刺したら10本刺したけど、いやいやもう半分以下しか育ってねみたいな感じ。こうやって一旦この発根してもね、うん、古いだから出たねって弱いもんだから、うんうん、ああそういうことかよ冬場にダメになったりとか、うん、そういうリスクはある。なるほどね、うん、でもリスクはあるけどすぐ刺す気とは思えない。面白いでしょ、うん、ミキゴも。いや、うん、だって新芽刺しちゃってここまで太くなるったら何年もかかるよ。そう、うん、それでまあ刺し木のそれ一つ、いいとことリスク面とでしょ、うん、あと刺し木ったらなんかね、あの刺し木して発根剤ってあるんだよね、うん、さっきこの辺を見せたけどルートンって、ホームセンターなんかで売ってるから、うん、発根剤、あの、うん、粉末の発根剤だけど、うん、数少なかったらこれホームセンターで売ってるから、うんうん、で数少なければね、それ粉のまんまつけるの、うんうん、だからあのこういう粉末だけれども、うん、あの枝切ってこうつければいいけれども、うん、数多い場合いちいちこういうこと知られないから、うん、これ水で溶いて、あ、うん、水で溶いてちょっと薄めてこうやってこう刺せば数多くても刺せるから。なるほどね、うん、2、3本であれば直接もうこれやった方が手取り早いから。なるほどね。でこれやっぱり刺し穂につけて濡れた、これ濡れた状態でこっち入れたらみんな固まっちゃうからなるほど、ね、うん、ここに出したも使い切るって感じ、うんうん、だからこういうのも一つの発根を助けるやつ、うんうん、だけどね俺ももう横着になってこの頃全然これ使わない、ね、うん、まあ差し切ったら誰でもできましたな、いざさせば。ってその管理さ、あ、管理ね、乾かさなきゃ大丈夫。毎日根っこないから大丈夫、吸わないでしょ、うん、あのね葉っぱに水かけるの、うん、根っこなくてもあれじゃ、あの切り花なんか水に刺しておったって水あげるしさ、うん、で丈夫な切り花なんか水に刺しておったらカビの中で根っこ出てるから。あ、なるほどね、うん、だから根がなくても幹自体が水分あげるから、うん、まず刺したとこを乾かさない、うん、あ、なるほどね、それだけ。うん、別に葉っぱに水かけなくてもいいの、うん、まあ葉っぱにかけた方がいい、うん、植物ってね湿度がすごく必要だから、うん、そうだね、だから、うん、その冬場うちで管理する場合は霧吹きで吹くのと同じで、うんうん、挿し木したらまだ根っこないんだから、うん、水分は上げてるけど、うん、どんどん上げるわけじゃないから、うん、だけどこの葉っぱ自体からは葉っぱ一枚からなんぼってこう、うんうん、水分出てるから、うん、逃げてるからね、だからそれを防ぐためにもやっぱり葉っぱにも霧吹いた方が、うん、なるほど、うん、それと根がないんだから水あげる力も弱いから、あんまり直射日光強かったらね、うんうん、根が出る前に葉っぱもダメになってるから。ああ、なるほどね、うん、まあ挿し木はみんなそんなこと言わずとも知ってると思うからあれだけど、うんうん、まあそのそれでうちの場合商売だからもう冬場上階から剪定清掃やるもんで、枝切ったらもう冬場でも刺しちゃうの、うんうんうん、だからこの冬刺す挿し木はね、うん、休眠期挿しってね、うん、
落葉樹なんかでも葉っぱ全然ない坊主の状態、梅とかそういうのでも、うん、冬のうちさせておけば、うん、春になって土の温度が上がってくれば葉っぱ出ると同時に発根するから、うん、だから年中うちはさし木する、うん、だけ ど, なるほど一般の家庭だったら今の時さし木したら冬、うん、今度置き場所に困る。そ う, だ、ね、うん、うちの場合このハウスはあのプラス3度設定だから、うん、関東以北だともう全然ダメじゃない、うん、そう凍ることは一切ないから、その植え替えにしても挿し木にしてももう年中やってる状態、うんうん、だから挿し木だってそういう感じでちゃんと管理さえできれば冬でも何でも関係ないさ、うん、やって結構だから、なんせ凍らせなればいいんだね。そう凍ったらダメ、うんうん、まあ、あの寒さ弱い木であれば根っこあったって凍らせたらダメになるからね。なるほどね、うん、そういうことで、はい、これ今回は商品盆栽の、あ、豆盆栽の作品だったけど、はい、一応豆盆栽の投稿は今回で終了して、次からちょっと大きめの盆栽やりますので、はいはい、楽しみにしてください、はい。